日本サッカー史上最高のディフェンダートップ4を、第4に今野康幸ガンバ、本職はボランチながら代表では、センターバックとして活躍、スピード感のあるハードな守備が、最大の持ち味で対応能力、ボールダッシュ能力がズバ抜けていた、弱点が非常に少なく、ユーティリティ性の高さも魅力で、歴代の監督に重宝された、第3に田中マルクス・プーリオーラは、圧倒的な空中戦の強さをベースに、ビルドアップやブラジル人ならではの得点力を兼ね備えたディフェンダー、2006年にはディフェンダーながら、J リーグ最優秀選手賞を受賞するなど、その能力の高さは折り紙付き、代表で組んだ中澤との、センターバックコンビは史上最高との呼び声高い、第2位原正美マリノス、大学2年時に日本代表に選ばれて以来長らくアジアの壁と称されたレジェンド。クールな見た目とは裏腹に汚いプレーも厭わない狡猾さで、1995年にはアジア年間最優秀選手賞を受賞した。空中戦、フィード、ライン等卒とディフェンダーとしての総合力では随一の存在か。第1位中澤裕二マリノス、 J1 連続178試合出場記録を持つ鉄人。空中戦や1対1の絶対的な強さばかりでなく、相手との駆け引き、有利なポジショニングの確保など頭脳戦も超一流のディフェンダーだった。それでいてこのワイルドな風貌はちょっとずるいですね。